北海道小樽市で行われた竜王戦七番勝負の第4局は藤井聡太八冠に同い年の伊藤匠七段が挑みました対局は11日午後5時半ごろ藤井八冠が伊藤七段を129手で投了に追い込み勝利しましたこれで藤井八冠の4連勝となり竜王のタイトル防衛を果たし3連覇を達成です藤井八冠は タイトル初挑戦から負けなしと今回でタイトルの連続獲得防衛が19期となり大山康春十五世名人の最多記録に並びました。